力が入ってしまうだけでバランスを崩してしまって、どっかで必ずショットが波状してしまうんですよね。なので一般の方がこうちょっといいボールを打とうと思って、やはりこれだけのスイングスピードが出てくるとボールっていうのは簡単にこう飛んでってしまうんですよね。だそれを抑えるためにこうゆっくりとスイングをすると、これ最初の趣旨と反してしまうので、プロと一般の方のまず大きなショットを打つ上でストローク、特にフォアハンドを説明しますと、打ってる位置が全く違う。こんにちは、増田健太郎です。ここにはダッシュで行きます。ダッシュで行って最後に一瞬ステップワークが入って非常に難しいっていう感じです。だけれどもここのものをここに持ってくるという考えではなくて、ここにあるもの、ここでもう打点が自分の打点が来るのであればスペースを作ることができれば、プロのボクサーは完全に横向きを作ってステップで、プロの選手たちはそういうことは考えてないです。基本的に先ほどやった一番自分の力の入りやすいしっかりとした前のこの打点、この打点で打つことのクオリティを目いっぱい上げたら